はい。皆さん、こんにちは。こんにち今は。週もギブギブギブの番組が始まります。パーソナリティの伊藤奈也と申します。はい。今日は6月1日です。実は撮影は3月の月末にやってるというオチはあるんですけども、おそらくその頃はもう梅雨入って、すごくジメジメした気候になるかと思うんですが、そのジメジメした気候を吹き飛ばすような熱い思いを持った男が今日、ゲストで、お呼びしておりますので、後ほど紹介したいと思います。今日はですね、私と同じ財務コンサル、社外 CFO と呼ばれる仕事に、興味を持たれて、今一緒に、仮装している、仲間である上園さんって方をご紹介したいと思います。上野さん、今日ありがとうございます。どうも、はじめまして、上園と申します。よろしくお願いいたします。園さん、いつも本当にお世話になって、もう本当に感謝の気持ちしかないです。ありがとうございます。三郎さん、上野さんとですね、去年の、後半ぐらいですかね、そうですね。同じアカデミー、財務の、セミナーの、仲間として、いろいろこう、人とこう、つなげたりとか、紹介したりとか、いうことを一緒に、やらせていただく中で、今日ね、その辺の、活動の、きっかけだったりとか、いうのをちょっと、くったくなく話していただいて、今後、財務セミナー、ないし財務コンサル、社会主義を目指す方が、今日の番組をきっかけに増えてくれればいいなというふうに、思っておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、まずですね、上園さんの簡単な自己紹介から、お願いできましょうか。まず、名前がですね、上園哲郎と申します。上下の上に公園の哲学の哲に太郎の、九州の名字なんですね。鹿ああ、児なるほ島、ど、宮なる崎ほの、ど。ちょっと顔が濃いので、そっちの。ああ、そうなんですよ。リスナー方、後で YouTube で見てもらえると。実物は、ハンサムです。はい。で、ありがとうございます。で、現在、神奈川県におりまして、おお、神奈川。で、神奈川県の横浜市で、もう拠点としてですね、株式会社ブライトハーバーっていう名前の会社を代表させていただいております。で、そこで、先ほどご紹介いただきましたように、財務コンサルと、その企業の財務責任者の代行業務、いわゆる CFO ですね、をさせてもらっています。で、まずそのブライトハーバーの名前の由来ってちょっと喋りたいなと思ってまして。ぜひぜひ、お願いします。ですね。まあ、僕らの目的はやっぱり中小企業の方を中心として、決定いろいろ苦労されてるけど、未来明るく、中小企業の方の未来明るくして、なってほしいなっていう気持ちがまだあって、で、そこで、横浜、港の町なんですよね。ああ、そうですね。はい。で、港の町に中小企業の経営者たちとの皆さんとか、で、いろんな専門家が集まって、財務コンサルもその、いろんな専門家に結びつけるっていう部分もあるので、で、そこで、ね、ハーバーですね。で、ブライトっていうのは、未来を明るくしようと。みんなで未来を明るくしようねという意味で、なるほど。ブライトハーバーという名前にしました。これ、チャット GPT が、そうなんですか。作ったんですあら、あららら、そんなうちが。まあこういう趣旨を打ちながら、なるそうほど。するとブライトハーバーっていうのがへえ。出てきて、これだなっていうことで、株式会社ブライトハーバなるほど。チャーと。はい。ット GPT もそういった使い方があるんですね。そうなんですよ。いなろいろる出ほしど、てくなれるてほるんです。ど。ああ、確か面白いですね、その使い方で、も。そこで、イメージ作ってくれて、ブライトハーバー。これだなっていうことで、ブライトハーバーになりました。ああ、そうですか、そうですか。はい。皆さん覚えていきましょう、今日は必ず。い。ブライトハーバーぜひよろしくお願いいたします。で、私の経歴なんですが、もともと、大学卒業してリース会社におりました。おお、リス会社。はい。で、リース会社で、海外拠点とか、支店の統括するような部門におりまして、で、しばらくして、突然、ブラジルに行けということになり、ブラブジラル。ジルのサンパウロに3年ぐらいかな、いまして、
なんか気のせいか、ブラジルの雰囲気もなんかありそうな感じもしますないないないです、ないです。ね。違いますか？ あ、けどね、あるかもしれないですね。まあ、はい。ブラジルで3年ぐらい過ごしてですね、リオのカーニバル行ったりですね、いいですね。はい。サッカーとか、はいはいはい。時間があって、南米回りまくりましたけど。南米といえばすごく世界遺産有名なね、マチュピチュでしたっけ？マチュピチュでしあ、たっけ？いつも読みマ方チュはわピかんも、ないんですけど。はい、マチュピチュも行きましたね。そうですか、そうですか。高原都市はね。い。で、マチュピチュ、まあ、ボリビアか、ボリビアと、まあ、ペルーか。まあ、両方とも、高度が高いんですよね。そこで、ね、行っちゃいいのか悪いですけど、コカチャっていうのがあって、あれ、コカインの葉っぱなんですかね、なんかね。なるほコど、カ。なるほど、なるほど、なるほど。あれを飲んで、その高山病を防ぐみたそうなんですね。いな。はい。まあ、そんな経験もし、いろいろね、南米見て。ただ、南米も、皆さんね、公式、ちょっと遅れているようなイメージがあるんですけど、やっぱサンパウロなんかは、かなり金融も、もう外資が入っているので、かなり進んでまして、はい。すごく勉強になりました。そうだったんですね。今、日本で起きているような、労働、でですね、まあ、こういうことが起きるんだなってことを勉強させていただいたりとか、そうでしたか。まあ、いい勉強になりましたね。まあ、それこそ、まあ、これから後ほど話すんですけど、決算書とか、貸借対照表とか、そんなものを信用するなと。そうなんでとすにね。かくキャッシュがあるかないかだと。お金ですね。なんかね、なるほど、っていうようなるなほど。ところで余震取るんだとか、ね、社長に教わってですね、まさにこれから僕らが話すような話につながっていくのかなと思ってます。そこが原点になってるわけですね。まあ、今ちょっと思い出して、あ、そうだなと思いながらですね。なるで、ほそれど、で、なるまあ、ほど。リース会社辞めた後に、まあ、縁あって、会計事務所に入りまして、で、今、税理士法人、またそれもご縁があって、税理士法人に勤務させていただきながら、財務コンサルと、まあ、未来の会計ですよね。過去ではなく、未来の会計で未来を作ろうというコンセプトで、財務コンサル、CFO をやるということで、株式会社ブライトファーマーというのも兼任してます。なるほど、ありがとうございます。自己紹介としてはそんな感じで、今。で、住まいは鎌倉なので、いいところですので、ぜひ皆さん来ていただければな。いいですね。横浜、鎌倉、憧れますよ横ね。浜、鎌倉でいいですけど、ね。僕が一番よくわかってないっていう。そうなんですか。実は、私は出身は埼玉の所沢なんですけど、出生地は実は横浜なんですよ、え、私。そうなんですか？母方が、横浜の、泉区と呼ばれる田舎ですかね。近くじゃないですか、泉区ね。はい。横浜のチベットと言われた、昔、今、地盤があるんですけど、当時は地盤がなかったんですよね。泉町〇〇〇はい。あ、番そ地っうていです、う。そうです。はい、はい。今、私の住んでるとこ全く一緒で、ちょっとローカルなね、雰囲気あるところで。なので、まあ、そういうつながりもあるというところはあるんですけども。泉区に本当に1軒しかないんですけど、美味しいファミリーレストランがあるんですよ。ぜひご案内したいなと。ぜひぜひぜひ、ハングリータイガーじゃないですね。中地っていうね、あれ、セラクになるのかな。そうすなごんでくす美ね。味しいお店があるので、ぜひ一度ご一緒できればなじゃあ、皆さんぜひ検索いただいて、と。中横地。浜北には中地ですね。はい。私はすぐ検索していきます。中福井地さはん美頼っ味しいでて。す。美味しいです。横浜セでラ有クに名なるなのかね。な。はい。まあ、ハング隣リーですタもんイガーでね。美味しいですよね。はい。ぜなひ。るほど。はい。よろしくお願福井いしさん。ます。まあ、そんなね、今自己紹介をいただいたウェルズさんなんですけども、はい。先ほどからちょっと時折出てます、財務コンサル、社外 CFO っていうお仕事を今やっていらっしゃるかと思うんですが、はい。はい。はい。それを目指された、またそれにやろうと思ったきっかけはあると思うんですね。その辺をなんかお話しいただけたらなと思うんですけども。
長くならないように、簡潔に話したいなと思うんですけど、まずきっかけ、大きなきっかけはですね、一昨年その外資系企業のその財務責任者をやってる方がいらっしゃって、出会う機会がありまして、で、その方から、その方、その、外資系の財務責任者をやりながら、日本の、その、上場企業とかですね、大きな企業の経理会計システムを、変えていこうっていうのが、コンサルでやられている方だったんですね。で、その方とお話しする機会があって、で、実はその、日本がこの経済停滞した原因っていうのがあって、日本のその経理会計システムが世界の中で独特なものになっちゃってるんだよって話を聞いたんですよ。なるほど。はい。で、そこで、例えば外資系の企業とか、その今世界の会計、財務の仕組みってどうなってるんですかっていうところで、僕ら、よく、僕も最初頭にあったのは、やっぱりその会計経理っていうと、正しく、税務申告のするため、あとその制度会計、ルールに従って、いわゆる貸借対照ということ、損益計算書、PL を作るっていうのが、経理、会計だと思ったんですよね。で、ただ、企業は、じゃあ、やっぱり儲けなきゃいけないから、そこの、じゃあ、どうやっていくか、こうやっていくかっていう、経営企画っていうんですか。経営企画っていうところがあって、で、それ、日本は、分断されちゃってると。要はその、この経理会計っていうのは会社の、もともと簿記っていうのが、その会社のお金の流れを、ルールに従って、言語化するっていうものだと思うんですね。例えば、外国語だったら、日本語を、日本人が考えていることを外国に変えると。プログラミングだったら、人間が作業しているものを機械に教える。なるほど。で、そこをちょっと余計な方向で話してます。そこを正確に出すのが、簿記会計。で、そこで、ね、簿記会計とその、やっぱり制度会計に意識が行き過ぎちゃって、その数字が生かされてないのが日本の経理。そうなんですか。っていうことを聞いて、で、海外では、その、税務会計と、その、義務会計ですね。義務、ルールがある会計と、ルールがない、管理会計って、ざっくり数字を読んで、それを経営に生かそう。それが一体になってるから、すぐ何かあったら、意思決定が早くできるんだと。で、資金調達も、その意思決定のために、意思決定に従って資金調達する。で、それが日本は分断されてしまってるから、すごく意思決定が遅くて、行動が遅くなっちゃってるんだよ。っていう話を聞いて。そうでしたか。はい、で、それが CFO のっていうことで、CFO の仕事なんだよっていうことですごく衝撃というか、受けまして。で、まずそこで CFO っていうのを知ったっていうことですよね。で、それまでもやっぱり長く僕、会計の仕事をしていて、その貸借対照表を作ったり、義務会計をしっかりやってて、で、会社のお金の流れも分かるし、ちゃんと、てる。これ、ちゃんと役に立つ方、やってる方法はないのかなっていうのをすごく疑問に思ってました。その、会計事務所の時ですね。で、あとはそこでやっぱり、長く会計事務所の中にいると、本当にお金に困ったりとか、最悪の場合、夜逃げしちゃうとか、最悪の事態を迎えちゃうとか、でこういう方たちに何かできないのかなっていうのをすごく、力不足を感じてたところっていうのがすぐあって、そこで独自で管理会計やったんですけど、そこで、CFO っていうのがあるんだなっていうことで、じゃあこれをやってみたいっていうのがきっかけです。なるほど。そうだったんですね。で、その CFO を目指すためには何かこう、学ばれたものはあったりするんですか？ CFO をまずやるために学んだのは、これも、昔ですね。まず、学んだのは、その管理会計
この仕組みを学んだんですが、これ、リース会社の僕入ったときに、陣地屋が書いたケリーの本って。なんか聞いてますね。はい。で、これがその、日本の、まあ、シンプルにする、その、キャッシュフローコーチでしたっけ？あ、はいはい、はい。あれとか、なんとか会計さんがやってる、その未来関係図とか。ありましたね。はい、あれの源流なんですね。要は PL わかりやすくしてとか、PS をもっとわかりやすくして、その、会計に、経理に携わる人じゃなくてもわかるようにっていう。まあ、そこから、管理会計の話はずっと学んでたので、やってたので。そうだったんですね。はい。で、あとは、今度は、そこで CFO の、まさに伊藤さんと同じような、同じセミナーに入り、外部の本質っていうのを学んで。なんかありましたね。17個のマインドでしたっけ？財務の7つのでもマインド、7つのマイン17個。ド。はい。やっとその流れがですね、僕に理解できて、まあ、それに従っなるて、ほど。はい。はい。まず、7つのマインドっていうのがあって、PSPL じゃなくて、お金、資金繰りを重視して、そうですよね。はい。っていうようなことを学んでですね。で、今それを企業の皆様とか、皆さんに還元しているところです。なるほど。じゃあ、すでにもうクライアントはある程度いらっしゃってて、そこにこうアプローチしていくような形がやっぱメインなんですか？その今、正直 CFO 専門のクライアントは今いないです。ただ、今、既存のお客様ですよね。今、税務会計のお客様には同じようなことで、はい。7つのマインドというのがあり、ESPL だけじゃなくて、管理会計の手法を使い、で、資金繰り表でしっかりやっていきましょう。で、はい。あと、銀行とのお付き合いですよね。の仕方とか。そういうものを今、一緒にやってるところです。はい。なんかそれ自体がこうパッケージ化できそうな講座になりそうですね。こう融パッケージ資のでき仕ると思う。方とかね、はい。銀行付き合い方とか、すごいいいコンテンツをね、学ばってね、いらっしゃると思うんですけども。はい。はい。それはすごく楽しそうな。楽しいです。じゃあ、とはいえ結構、実際は結構、深入りするので、結構単価とかも多分相場よりも、相場っていうのは、税理士法人さんがやられる税務顧問の報酬と比べても、高いイメージ持ってはいるんですけど、そこはじゃあ、じっくりと、社長の、どんなところをこう話したりとかするものなんでしょまずその財務の役割って何かっていうと、やっぱ役割。財務はその社長様と、まあ、企業のナビゲーターの役割をするわけですよね。そうすると、まあ、社長が、まあ、どういうことを目標にしてるのか。目標。はい。まあ、創業時こういうふうにしたかったよねっていうような初心に帰ってもらって、で、まあ、いや、今こうしたいんだよ。っていうのがあると思うんですね。まずそこを大事にしながら地図を書いていくと。で、それをナビゲートするのが僕らの仕事なんですが、で、その中でやはりその社長の思ってる通りにいかないっていうのが現実だと思うんですよね。そこ確かに。の、そこのボトルネックのところをまず紐解いて、じゃあそのために、じゃあお金を使いましょうっていうような話を一緒にしながらですよね。はい。で、ただそこで、効率的にお金を使わなければ、早くね、社長のゴールにたどり着かないので。もう後ろからこう攻めていく感じなんですね。逆算思考って言い方で合ってますからね。そうですね。なるほど。で、まあ、逆から考えていくってね。まさしく字の通りなんですけど。積み上げで来年こうしよう、今年こうしよう。っていう行き当たりばったりではなく、資金調達にしても今お金が足りないからとりあえずこれじゃなくて、その逆算思考で、まあ、で、
逆算思考でもう何も障害がなかったら、こうなりたいなっていうところを大事にしながら、はいはい。なるほど。なるほど。いわゆる、なんかね、本もありましたけど、ゼロベース思考と。ああ、ありましたね。はい。で、そこで、まあ、そこで、じゃあ、そのお金の使い方が正しいのかどうか。正しいという言い方、いいか悪いか、ちょっと、正確じゃないかもしれないですけど、その投資が、ちゃんと収益に出るのか、キャッシュを生むのかっていうところを、まあ、具体的に僕ら、根拠を持って説明するようにして。まあ、将来の方がなおさら深い実勢がある中で、よりこう確からしさをこう集めていくノウハウもしっかりとお持ちだということですよね。はい、なるほど、なるほど。それもやっぱり本質的なところで、本質BSPL の過去のものではなくて未来の数字を。はいはいはい、未来の。はい。で、そこで、まあ、さっき話した人事屋の経理の本に出て、会計の専門家じゃなくても分かるような、社長でも理解できるような、シンプルに、指標を出して。あとは、BSPL って、社長のためのものじゃないので、まあ、会計は、義務会計で他人に見せるものと、自分のための会計ってあると思うんですよね。あるんですよね。そこでやっぱり資金繰り、お金に原点回帰で、お金に最終的には残ってくるの、戻るので、資金繰りの話を、資金繰り評価、お金の流れを理解していただきながら、で、そこでちゃんと投資の判断をしていくと。で、BSPL にも載ってないものが、社長の会社に価値のあるものもあるので、はい、ここも見つけながら収益につながるようなことを見つけながらです。はいはい、なるほど。はい。で、社長にのゴールに近づくような、効率的にいくような。っていうのが、先ほどの、おそらく外国でやってるようなことでもあると思うんですよね。ああ、そうでしょうね。はい。外資の。とにかく、目標を見つけて、本当にどうしたい。ただ僕らが違うのは、やっぱり社長の思い、そのゼロベースで考えようっていうところが特徴かなと思っていて。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。なんか夢がありますよね。ありますね。はい。そういった、その数字以外のところも、社長の夢を追いかけるっていう、まあ、アドバイザー。そうですよね。仕事がすごく、ウェイトが高いね、イメージは。持ちましたね。はい。なので、やっぱりそこで、どうしても、関係も深くなってくるし。ああ、そうですよね。はい。信頼していただいてっていうことで、企業の一員として、はい。かましいですけど、はい、役員のような役割をさせていただくと。あ、なるほど、なるほど。はい。そうです。ナビゲーターとしてですね。はい。はい。やらせていただくと。なるほど。ちょっと、税理士会計事務所の帳簿付けとは少しお金はかかっていただかない、いただいております。はい。うん。わかりました、わかりました。ああ、そうでしたか。ここで今ね、財務コンサル、社外資本の話をいただいたと思いますけども。はい。まあ、これから、まあ、案件もあるっていう話もされた一方で、はい。その、財務コンサル、社外資本として将来、どんなところを上園さんが、目指されていらっしゃるものなんでしょうか。やはり、その、はい、まず、二つの考えがあって、で、一つはその、はい、成長を目指す、業の、お力になっていって、はい。で、そこで、成長していただいて、まあ、社長も夢を叶えていただく、うん、でそうすればそこで働く従業員さんも幸せになるの で従業員さんが幸せになれば、そこで子供たちもねそこに関わってくる子供たち関係の人たちも幸せになってくる。なるほど。で一方で、まあ、一方でですね、でそうすると企業が成長すれば日本全体が豊かになりますよね。あ、そうですよね。でもともと今国が挙げて、いろいろ、会社、自分でね、はい、回るような会社を作ろうっていうのは、GDP を上げようっていう考え方があるから。はい。はい、で、僕ら、伊藤さんも含めて、僕ら、CFO の、はい。日本の GDP を 1% 上げようと。お、1%? おー、それまたすごい、壮絶な夢ですね。はい。
だけど、それがね、日本の目指してる、今、日本政府を目指してることなので、で中小企業が、はい、全体の、ね、9割以上あるわけだから、はい、中小企業が売上を上げて、はい、利益を上げて、でそこで、人件費も上げて、皆を幸せにする。で将来、子供たちにもね、つながりますよね。ああ、そうですね。世代間でこう、受け渡しがね、できますからね。ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、会社のお金もさておき、まあ、個人のね、資産も守るっていうところも、そうですね。注目されているところなんですね。はい。ああ、リスナーの方、ぜひともね、こういった財務コンサルの仕事ってすごくね、楽しい、経営者といろいろ話しながら、応援していくっていう面白いビジネスなので、ぜひともね、ご興味持っていただけると面白いんじゃないかと思うんですけども、そう、そういった熱い思いを持った男である上園さんなんですけども、はい、もう、実は、時間が。マジですか？マジです。喋りすぎましたかね。いや、皆さんね、足らないって言うんですよ。あ、そうなんですか。そう。なので、もう終わりの時間が見えてきてしまったんですけども、はい、最後にこれだけは言いたいっていうのがあれば、バシッと最後決めてもらえると、はい。かと思って、そこをバシッとじゃあ決めてもらってもよろしいですか。はい。はい。日本のね、その、はい、経理システム、会計システムっていうのは、はい、やはり原点回帰して、自分のための会計に行くと思うんですね。はい。はいはい、でそれを僕らサポートしてきますので、はい、ぜひ、ブライトハーバーの、ハーバーに集まっていただいて、はい。みんなで日本をよくできたらなと思います。よろしくお願いいたします。ここに、ありますんで、はい、拝見いただければと思うのと、リスナーの方は YouTube で見てもらえると、ありがたく思います。はい。はい。以上、上田さんを今週はお呼びさせていただきました。ぜひとも、ね、はい。はい。一人とも、仲間が集まってくれることを信じておりますので、ぜひとも、みんなで一緒に盛り上げていきましょう。はい。今日どうもありがとうございました。はい、皆さん、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ今週はここで終わりにします。リスナーの方ありがとうございました。失礼します。